はい、皆さんこんにちは。以前からカメラが、ね、売れなくなってきたっていうことで、理由は、スマホの台頭、コンデジなんかはおそらくもう完全に食われてるっていうのは、あるんでしょうけど、あとやっぱりね、レンズ交換式なんかにこうステップアップしたいなっていう方でも高くなっちゃってますよね。10万とか20万とか。なのでね、どうしてももうスマホでいいやみたいなね、感じの世界がどうもあるのかなという、ちょっとね、本当にカメラが売れなくなった原因っていうのはよくわからないんですけど、もっとこう楽しく写真が撮れるとか、写真自体が楽しめるようなカメラないのかな、できないのかなっていう話を以前からしているんですけど、ちょっとね、面白いカメラが出たので、今日はそれをご紹介したいなと思います。はい、ご存知の方もいるかもわかりませんけど、キヤノンからパワーショットピックっていうね、かわいい AI のカメラが出ました。で、これはですね、1年ぐらい前にクラウドファンディングで出たらしく、結構ね、人気を博していたそうで、僕はちょっと知らなかったんですけど、で、この11月末から一般販売が開始されると。値段は大体4万5000円ぐらいなのかな、だと思います。そんなぐらいで発売ということで、今写真で出してますけども、くる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 これ回るんですね。で、パン方向が左右170度ずつですから、ほぼほぼ全周ですね。360度まだいかないけど、ほぼ全周取れると。でね、チルトの方も下がマイナス20度、上がプラス90度までいきますから、結構ね、チルトもいくと。で、ロールはさすがにね、固定になってますけども、なので結構な範囲をね、取ることができるんじゃないかなと思いますね。で、でね、画角自体は 35mm 版換算で19から 57mm かな。なので結構ね、ワイドで広角でね、撮れるということになってますね。開放F値はワイド端で F2.8 で、テレ端で F5.0 かな。で、ISO 感度はずっと常にオートなんですけど、どうもカタログを見ると最高が6400になっているので、あんまり暗いところは強くないのかなっていう感じですね。でセンサー自体は一般のコンデジと同じセンサーサイズですから、そこそこ取れるものかなと。画素数自体は1600万画素だったかな。1200万画素ですね。でワイドにすると約900万画素ということですけど、大体ね、 L 版とか、2L ぐらいまでだったのプリントだったらね、全然問題ないんじゃないかなと思います。なので、くる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 こう回りながら、こう AI がね、パチャパチャパチャっとこう適当に撮ってくれると。で、面白いのが音声コマンドも4種類あって、ハイピックみたいなことでウェイクするらしいんですけど、写真撮って動画撮って他を見てとか休んでとかね、いうのが4つあるそうです。で、もともとアプリをスマホの方に入れておいて、アプリと連携して、で、例えば顔なんかも家族の顔を登録しておくということで、例えばこの子の写真を重点的に撮ってっていうことであれば、その子をずっと追っかけるというようなね、こともできて、あとリモートでね、お父さんはちょっと離れてるところで、スマホを見ながらこうコントロールすることもできるようです。はい、完全にこうフリーでね、 AI がもう全自動で撮るってこともできるようですし、これって結構ね、スペック云々じゃ本当ないんですけど、使い方としてはとっても面白いカメラじゃないかなというふうに思います。このチャンネルを見ていただいている方、僕もそうなんですけど、やっぱり自分でね、撮りたい方ですから、ちょっとこれどうなのっていうね、ちょっと違うよねっていう感じになるんじゃないかなとは思うんですけど、一つのそのカメラの使い方、方向性としてはとってもユニークだし、これからちょっとこういうカメラがどんどん出ると面白いんじゃないかなと思います。で、なぜ面白いかというと、二つあって、一つはですね、大体家族でも、グループでも、写真を撮ろうとすると、みんなでね、ハイチーズになっちゃうんですよね、大体。でハイチーズパシャっていう写真ほど面白くないものがなくって、これはもう置いとくとそのまま AI が全自動で撮ってくれるということですから、本当ね、意外なこうショットが結構ね、撮れるんじゃないかなと。多分ね、間違いなくね、子供たちのね、なんか楽しそうな写真とか、なんか動き物があったりとか、もうね、そういうね、
いろんな普段撮れないような写真が結構撮れるんじゃないかなっていうことが一つ。それともう一つはね、僕なんかもよくっていう、今でも経験してますけど、お父さんが大体撮るので、みんなこう、はいはい入って入って入ってるよパシャーなんですね。自分が結局入っていないとか、家族写真で往々にしてお父さんあるあるなんですけど、それがなくなると。ね、置いとけば自分も含めて例えばいろんな写真をね、いろんな角度から撮ってくれるわけですから、もうそれもねなくなるということで、もうこれはね、特にファミリー層 に対する訴求力は結構あるカメラじゃないかなというふうに思います。まあちょっと値段的にね、3万円台だったらもっと良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ致し方ないんですかねこれはね。あとそのまあ僕的にはちょっと見た感じ、これまあなんか鳥さんっぽいようなデザインになっているようですけど、もうちょっと可愛くならなかったのかなという気もしないでもありませんけど、まあそこはちょっと欲張りな話なのかもわかりません。はい。まあそんなことで、こういうカメラがね、もっと出てくるとカメラ市場も盛り上がるでしょうし、いろんなね、自由な発想で、まあ、もうおっさんとかじじいはもうそういう頭が絡まっているので、どうしても、ね、自分でねこうやってカチャカチャカチャってこうね撮るカメラばっかりをこうそれで楽しくなんていう風な、もうこう凝り固まったイメージでおりますから、いいアイデアは出ないんですけど、ね、特にカメラメーカーのキヤノンでもニコンでもパナソニックでもリコーでも富士フィルムでも、本当若い人たちがね、いろんなアイデアで、例えば GoPro、まああれ動画のカメラですけど、動画メインの GoPro とかね、あんなようなね、何でも撮れるっていうね、どこでも持って行っていいよって、まあ、あんなね、自由な発想でいろんなもう自由なカメラを作っていくと、カメラ市場ももっと活性化されるんじゃないかなと思います。はい、で詳しいスペックなんかは下のリンク貼っときますので、そちらの方でご確認いただければと思います。結構これパーティーとかね、ほんとキャンプとかいろんなところ持って行っても楽しいんじゃないかなと思いますね。ちょっと僕もね、気にはなります。はい、それでは今日はこの辺で。